画面の前の皆様こんにちは、村人Qでございます。本日は8月10日山の日ということで、山岡のりんちゃん久しぶりにね使っていきたいと思います。前使ったのが、前回動画出した時なんで6月の最後かな、1ヶ月半ぐらい、触れていなかったのでね、まあどうなるかは分かりませんが、まあまあまあパワーはあるキラーだからね、頑張っていきたいと思います。さあやっていきましょう、山の日。まあね、火山さんの方はいいのかと、そういう感じですが、まあいいんじゃないまあいいんじゃない、まあ頑張っていきましょう。サファケーションピットは山岡凛はちょっと苦手かもしれない。まあ、真ん中を追わないっていう、真ん中の方は一切チェイスしないっていう、守れば。やあみんちゃん、うわー破滅見られたか。おお、いい反応。おお、なんかいっぱいなんかボコボコ鳴ってるね。やばいね、山岡ヌーブが出てるよ。あ、これは切れそう。よいしょ、デッドハード。あれ、よいしょ、よっこいしょ。うん、離れた。あそこにいるんだな。離れてる。じゃあちょっと戻って板割りましょうか。来てんね。よいしょ、デッドハードじゃないわ。おほう、このタイミングでデッドハードか。あ、やばい、あそこ回されそう。よいしょ、まあ、こっち側で守りますか。今回ちょっとイタチがないからね、そこら辺が。嫌だなぁと思うんですが、よいしょ、とりあえず全員傷つけたぞ。これであのミンちゃん担ぎに行きましょうか。よいしょ、一人回復したね、早いわ。ここ釣ろうか。よいしょ、今回はだからなんだろうな、よいしょ。でそっちのモレルが結構治療が進んでたから、ん、よいしょ、こっちを叩いておきましょう。なんかワンサか板倒れてる。まあね、さっきねまたね、夜中お散歩行ってきたんですがね、今日もね花火をやってる若者たちがいましたね。まあ今日の若者に関してはわ、音のねバンバン鳴るような花火ではなかったんで、まあ良かったんですけども、なんの流行ってんのかな花火が。こ
ここ最近やっぱ夏だから花火をしたいお年頃なのかもしれないね。あれ、この人次ラストじゃない、ストライクかな。ああストライクか、まあいいや。クローデットいない？気のせい。いた。ストライクかな？どうだろう。まあ破滅がね、まだ生き残ってるんで。そこはまあ。頑張ってね、こうやってプレッシャーかけていって。いるね。おお。そっち板ある？ないね。よいしょ。助けに来るんじゃないかな。よいしょ、誰か釣ってないのか。この人かな。よいしょ、みんちゃん君次で最後だぞ。いたない。おい、よいしょと。これがね山岡凛の強さですから、この先回りっていうのがね。鋼の石がないとこんなもんですよ。まあでも最近なんか足音とか割と聞きやすくなった感じがあるんで、全体的にね。そう、あのなんでだろう、なんかいじったのかな、音声のファイルかなんか。ああなんだ、最近だからなんか音がねいろいろ聞き取りやすいんだよ。サバイバーやってる時もそうなんだけど、山岡凛の足音とか結構ペタペタ聞こえてくるんですよね。まあサバイバーやってる時はまあそれでいいんだけどね、まあ、キラーやってる時でも意外と足音聞き取りやすいね。お、びっくりした、あまりにも暗かったんでね、思わず殴ってしまいました。パン。奥に逃げる。こういう方向に逃げてくれるのはありがたいですね。はい、この人だけ釣ってないの？いるな。やってる。よいしょ。おほ、出てきた出てきた。というわけでね、よいしょ、久しぶりにやっても山岡に強いな。まあ今回ね割とその隠密系集団だった気はする。クローデットが3人いたからね、まあ、クローデットだから隠密っていうのもまあ多分あの完全に間違った認識なんだろうけど、やっぱね治療を優先してくれた感じはしてたんで、今回それが良かったんじゃないかなと思いますね。これがねチェイサー4人とかだとね真ん中でめちゃくちゃ時間かかりますからね。まあ、だから基本的にこのマップは真ん中はあんまりチェイスはしたくないんだけど、まあ、今回はね割と最初にみんちゃんが板を使ってくれたんでよかったんじゃないかなと、思います。
8はあるかな。まあどうだろうね、スキルレーティング初戦だから、最初にも言った通りね、40日ぶりぐらいだからね、それでちょっとした緩めのマッチングがなされたのかもしれませんが、まあまあまあ久しぶりなんでね、ご容赦ください。まあパーク揃ってるから、あれをね、ミンちゃん、まあ、クローデットはクローデットの固有か。まあでもパーク3人持ってるからね、うん、まあいいでしょう。はい、というわけでね、山の日なんで山岡林の方でプレイしていきました。鬼はね、まあまた別の機会というわけで、今回はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。